こんにちは。ミスターエイズモンテソレチャンネルを見ていただきありがとうございます。今日はピンクタワーの使い方をご紹介します。本来ならばキューブを1つずつ棚から出すところから始めますが、今回は省略します。ピンクタワーを1つずつ棚から出して、マットに一番小さいキューブから持っていきます。その時に小さいキューブは親指と人差し指で持って、もう片方の手でキューブの下を支えます。大きさに応じて中指と薬指を添えて調整してください。大きいキューブは上を手のひらで持って、もう片方の手で下を支えることを子供に説明します。キューブをスペースを空けてマットにバラバラに置きます。タワーを作ることを子供に説明します。一番大きいキューブを探して、そのキューブを他の大きいキューブの周りに置いて見比べます。一番大きいキューブが見つかったら子供の前に置きます。次に大きいキューブを同じように探して、一番大きいキューブの左上の角を揃えてタワーを作るように音を立てずに置きます。あとのキューブも同じようにします。タワーが完成したら子供と一緒に全部の角度から見ます。タワーが完成したら
子供と一緒に全部の角度から見ます。タワーの順が合っているか、子供が1センチのキューブを使って一つずつのキューブの横をなぞって確かめます。ピンクタワーのキューブを上から一つずつ崩してバラバラにマットに置いて、子供に立て直させます。この教材の目的は、キューブが縦、横、高さからできていることを学ぶ。高さはノブとシリンダーで学んだことの復習です。ビデオを見ていただきありがとうございました。サブスクライブしてください。コメントもお願いします。